はい、おはようございます、ゴールデンウィーク終盤なんですけど、今から長野県松本市に1泊2日小旅行に行きます。今6時59分なんで、7時に出発して何時に着くかな。一旦お家から花園インターまで行って、花園インターから東武湯の丸だったかな、とりあえずそこまで行きます。はい、はい、途中休憩で神楽パーキングエリアに寄りました。で、じゃじゃん、謎のエナジードリンク、ジャグラーエナジーをゲットしたので飲んでみます。あ、すごいレッドブルっぽい。あ、なんかレッドブルにすごい似てんの、これ味も匂いも悪くない。はい、松本に行く前に無言館に立ち寄りたいと思います。はい、ということで久々、15年ぶりくらいの無言館でした。で、なんか新しくできたこの傷ついたガフのドームっていうところね、これ前来た時はなかったので、ここにも行ってみたいと思います。ここが傷ついたガフのドーム、こっちは図書館になってます。ここは撮影していいとのことでした。美術関連の本がたくさんあります。ああ、このなんだろう、右上のなんかピンクの血しぶきみたいなのも何か意味あるのかな、これ。はい、松本市街地に行く前に浅間温泉でお昼食べてから行こうと思います。めっちゃ趣のある建物、菓子と土産、平和堂。はい、ここがランチを食べる松本十条。はい、ではランチをいただきに。ランチの方はお席までお運びしますので、こちらお待ちになってお席で。はい、よいしょ。はい、ランチ来ました。こんな感じです。なんかお子様ランチの大人版みたいな可愛い感じですね。いただきます。はい、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、こちら側が本屋さんになってるので、本屋さん探検したいと思います。歴史とは現在と過去との間のスキルん、世の中どうなる、ね、本当どうなるんですかね。人とのつながり、いろんなジャンルありますね。なかなか自分好みの本がいろいろあって、もう読んでたらキリがないんで、めっちゃ居心地のいい場所なんですけど、そろそろ移動します。わあ、なんかおしゃれな店がところどころあるっすね。はい、ではランチを食べて本屋さんで遊んだので、これから松本の市街地に向かいます。はい、松本に着きました。ということで今からホテルチェックインします。はい、今回泊まるホテルが SE 松本ザ・ビジネスホテルですね。どんな部屋ですかね。ザ・ビジネスホテルなんで全く何も期待してないですけど、ででん、うん、
狭いこんなもんですね。寝るだけなんでいいんじゃないですかね。とりあえずホテルチェックインしたので、ちょっと待ちぶらしてから温泉に行きたいと思います。それまで時間があるので、パルコとかね、探索したいと思います。ちょっと早めの夕飯をということで、お蕎麦屋さん来ました。とりあえず生中来たので、かっこいい。では野沢菜天ぷら行ってみたいと思います。うまい、この感じよ。うまい、うまい。ごまつけそば到着。うまそう。いただきます。いやー、うまかった。ペロリと食べちゃいました。そば切り見よった。本当はね、本店もあるんですけど、こっちのパルコ店の方がね、なんか空いてるってネットで書いてあったので、こっち来てみましたけど、正解でした。お蕎麦を食べて、その後は温泉に行きます。はい、ということで温泉に向かってます。どんな感じですかね。では、また後ほど。いや、温泉気持ちよかった。最高でした。はい、雨が降ってきちゃったんですけど、まあ、せっかく来たんでね、夜の街ブラをしたいと思います。夜なんで GoPro じゃなくてカメラをこっちに変えて散歩動画撮りたいと思います。はい、結構降ってますね。どうしようかな。まあいいや、行けるところまで行ってみましょう。せっかくだからシグネーチャー的なやつ行った方がいい。これ、いや、こっちの方がいい。松本って書いてあるやつの方がいい。でれん、来ました、松本ブリュワリー。みんな松本ブリュワリーめっちゃ好きなタイプだ。ちょっとあの酸っぱい感じで、ね、ライデンビールに似てて大好きですね、この味。ロゴ、ロゴ、え、ロゴ、こっちになってるって。だってこっちになってるじゃん。あ、ほんとだ。あ、じゃあいいよ、なんか2杯目ブリュードッグ。あ、美味しかった、ごちそうさまでした。ちょっとじゃあ雨も止んだので、頑張って松本城まで行ってみますかね、夜散歩でね。真っ暗な松本城にやってきました。一応松本城のお城自体はライトアップされてるみたいですけどね。頼もう、見えないかな。お城天守閣がライトアップされてるけど、もうちょっと寄ってみますかね。お城のライトアップされてる正面を見たいんだけど難しいかな。まあでも全然いいっす、散歩ができてるだけで。今日はこの時間は雨が確定だったんですけど、奇跡的に雨止んでるんで、それだけで十分ですね。この松本城のね、周りを夜いつか散歩してみたいなと思ってたんで、まあ、それが叶って感無量って感じですかね。おはようございます。雨のはずなんですけど曇りですね。雨がそこまで強くないので、今から長野市善光寺に行きたいと思います。でこれをよいしょ、仲見世通りも割と静かですね。歩きやすくていいかも。はい、ちょっと休憩で抹茶を飲んでます。そちらは何ですか？抹茶アイス、
わらび餅。わらび餅、抹茶、アイス、食べてる？なんで笑うの？なんでなまってんの？はい、お肥料を求めに長野の駅の方まで来たんですけど、あの駅ビルのご飯屋さん全部混んでてちょっとさまよってます。長野市駅前の飲み屋街を徘徊してますけど、ここすごいね。ここ一軒で長野県、長野の自社が全部飲める感じなのかな。で、こことかもね、結構いい感じ、ゲームセンター。はい、お昼はこちらの蕎麦亭油屋さん。はい、とりあえず蕎麦に始まり蕎麦に終わるということで、はい、カモセイロ到着、いただきます。うん、このお蕎麦もすごい美味しいですね。蕎麦に結構コシがあって好きなタイプですね。今回の長野一泊二日、松本と長野市、蕎麦に始まり蕎麦に終わるって感じですけど、久しぶりのね Vlog で結構ダラダラした動画になっちゃいましたけど、もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。では。